ロンドンキャベンディッシュスクエアに立つジョージ・ベンティンク教の像。ウィリアム・ジョージ・フレデリック・キャベンディッシュ・スコット・ベンティンク教は、イギリスの政治家、バシュ。1802年2月27日、第4代ポートランド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクとその夫人、ヘンリエッタの三男として、ノッティンガムのウェルベック・アビーに生まれる。 1822年から1825年にかけて、おじの外務大臣、ジョージ・カニングの個人秘書を務める。1828年から1848年にかけて、キングスリン選挙区選出の庶民院議員を務めた。しかし、庶民院議員になってから8年も演説することがなく、彼は庶民院の議場を討論の場というより、社交会のように使っていたという。 党派は初めトーリー党カニング派であったが、トーリー党保守派のウェリントン公爵が首相となった後に、彼の支給的施策に反発して、ホイッグ党に移籍した。グレー伯爵内閣の改革を支持したが、やがてついていかれなくなり、スタンリー教に従って、ホイッグ党を離党し、ダービー派に所属。ダービー派の保守党合流で保守党に復帰し、1841年成立の、 ロバート・ピール政権を支持するようになった。このように党派を行ったり来たりしたジョージ・ベンティンク卿だが、ベンジャミン・ディズレーリによれば彼は保守党に戻ってきた、あともホイッグ的な心情を持っていたという。1846年以前にディズレーリとベンティンクが会話した痕跡はないが、1846年にピールが行った穀物法廃止への反対運動を通じて二人は、 固い友情で結ばれるようになった。二人は保守党議員をピールに造反させるべく、議場で激しいピール攻撃を展開した。結局穀物法廃止は阻止できなかったもののアイルランド強圧法をめぐって、これを秘決に追い込んだことで1846年6月にピール内閣当閣に成功した。ブレイク断尺はピールを打倒したのは、 ディズレーリであると一般には思われている。それはそれで事実であるが、ベンティンク抜きで、果たして打倒できたかどうか。ベンティンクは、公爵の息子であり、生まれながらに浮遊で、ババの王様で、ある首相の孫、ある首相の老いに当たるような人物だった。彼は、自然に人々がリーダーと仰ぐ、類の人物だった。彼がいなければ、ディズレーリの名前は、 打倒劇のどんシリにしか上がらなかったのではと推測している。ピール内閣当閣をめぐる党内亀裂でピールや保守党の有力議員のほとんどは保守党を出てピール派へ移籍した。新たな保守党党首にはスタンリー卿が就任し、保守党庶民に任内総務にはペンティンクが就任した。だが彼の能力では長くその座にあるのは難しく。 やがてディズレーリにとって変わられるだろうと噂されていた。1847年の総選挙で当選したユダヤ人の庶民人議員ライオネルド・ロスチャイルドがキリスト教先生を行えないがゆえに議場に入れないという事態を受けてユダヤ教先生を認める道義が提出された。ユダヤ人の息子である名優ディズレーリはこの道義を熱心に支持した。ベンティンクは ユダヤ問題にほとんど関心がなかったが、ディズレーリとの友情から賛成した。しかし、この同義に賛成するというベンティンクの方針は、反ユダヤ的な保守党議員の反発を招いた。これを機に、ベンティンク教は、保守党庶民に院内総務を辞職することになった。ただ、辞職に追い込まれたというよりは、それを口実にして自ら辞めたようである。 このコロベンティンクは官房をあずらっており、また保守党庶民委任内総務の職務を自分には、重荷と自覚するようになっていたため、辞職したがっていたという。公認の保守党庶民委任内総務になったのは、グランビー公爵だったが、彼もすぐに重圧に耐えきれなくなって、職務を投げ出した。その際に帰り咲きを求められたものの、拒否している。 政治家としては低く評価されることもある人物だが、競馬会においては、観客のために、様々な改革を行い、また当時マニアンしていた八王朝や、妨害工作などの不正行為に対する球団や、防止策の考案を精力的に言ったことから高い、評価を得た。馬主としても活動していたが、1846年に100頭以上、いた、所有場を安値で売却し、 馬種としての活動を休止した。売却した馬の中には、後の二冠馬サープリスが含まれていた。ベンティンクは、サープリスが、セントレジャーステークスに優勝した2週間後に、心臓麻痺により死亡した。ベンティンクは競馬に関する多額の賭けを行った。馬種となってからは、賭けで多額の利益を得る目的で所有馬のオズを下げる、ための工作を施すこともあった。 例えば1835年のオークスでは、所有馬のプリザーブが疾患を患っているように偽装を行った。また1836年のセントレジャーステークスに、所有馬のエーリスが出走した際には、当時徒歩で馬を競馬場まで連れて行くのが一般的であったことを利用し、競争が行われるドンカスター競馬場への移動が間に合わないと思われる時期まで、 他の競馬場にエリスを待機させ、オッズが下がってから馬車台の周囲を高い枠で覆った巨大な馬車を使ってドンカスター競馬場まで輸送した。この時使用した枠付きの馬車台は競馬開発の馬運車と言われる。1844年の第65回ダービーにおける1位入選馬、ランニングレインのすり替え事件においては2位入選馬。 オーランドのバッシュ JP ール大佐による異議申し立てと法廷闘争を積極的に支援した。管理担当者を務めたグッドウッド競馬場において以下の改革を行った。1848年9月21日に旧ユーマンバース教を訪問すべくウェルベックの自宅を出て歩いていたところ心臓発作に襲われてそのまま死去した。ディズレーリは彼の死を痛み、 ジョージ・ベンティンク卿と題した彼の伝記を表した。その中でディズレーリは、ベンティンクを真の英国名詞議会史上に残る人物の一人と絶賛している。一方でディズレーリは、私的には、ベンティンクの欠点は最後まで強制されなかった。彼は野党を率いることさえできなかった。与党になっていたらもっとつたないことになっていただろうと。 彼の政治能力を低く見積もる言葉を漏らしている。保守党党首スタンリー・今日も、ビクトリア女王に、もし、ベンティンクが生きていたら、途方もない混乱を生じさせたでしょうと話したという。生涯にわたり結婚しなかった。ありがとうございます。